ロシアのプーチン大統領はモスクワのクレムリンで就任式に臨み、5期目の任期が正式にスタートしました。正式に就任したプーチン大統領の新たな任期は2030年までの6年です。演説でプーチン氏はロシアの国家体制はいかなる脅威や挑戦にも抵抗力を持つべきだと強調しました。ウクライナ侵攻が長引く中、就任式を契機にロシア国内の基盤をさらに固める狙いがあるとみられます。またプーチン氏は、我々は西側諸国との対話を閉ざさない、選ぶのは西側諸国だと述べ、対立を深める欧米諸国を牽制しました。